よし、くんちゃんも様子見に来たの。今日は鶏の胸肉と餃子の皮のみを使って餃子を作ろうと思うね。ぶっちゃんの餃子作るね。餃子いつもうちダイエット用でさ、野菜も何も入れない超健康餃子、マジ胸肉と皮だけみたいなの作ってたんだけど、それぶんちゃんもよく考えたら食べれるなと思って、塩コショウとか入れずにぶんちゃん用のを作ろうと思う。ぶんちゃん初めてだね、餃子食べるの。今まで一回も食べたことないと思う。ということで、まずはこの胸肉をね、ぐっちょぐちょのひき肉っていうのにしていこう。皮はね、いらないね。皮は油だから。窓で餃子焼くときに油抽出しようかな。これ電子レンジで温めて。じゃあそこでできるまで待っとくの。見て、ここでずっと待ってる。そこで餃子できるまで待機してるの。いいんだけど、さねえちゃんは別に。辛いだけだよ。胸肉のひき肉、胸肉ぐちょぐちょにしたの使いたいんだけど、なんかいつもブンブンプッシャーでさ引いて使うやつ作ってたから、この機械みたいなの難しいな。これでいいかな。なんかママがさ、これ隠し持ってたのうちに貸してくれなかったんだよね、今まで。この前初めて発覚した、こんな便利なものがあること。いいか。じゃあこの中に鶏肉入れてこうね。鶏肉はなんか生で触ったら危ないから、キッズの、あ、やべ、キッズのみんなちゃんと手洗ってね。こんくらいかな。ちょい入れすぎかな。なんか入れすぎたら調子悪くなるよね、こういうやつ。こんぐらいで様子見てみようか。じゃあ回してみよう。初めてこれ使うの。ブンブンプッシュより全然楽じゃん。今までうちなんで手作業でやってたんだろう。こんなもんでいいじゃない。ブンちゃんのだけ分けとこうか。人間用のやつはサイリウムとか、なんか何の効果があるかよく分かんないけど、サイリウムとか、あと塩コショウ、うち無印のハーブ塩入れるのが好きだね。すごい美味しくなる。入れるんだけど、ブンちゃんの味付けとか必要ないから分けとこうね。風のお肉だけ。よし、じゃあブンちゃんの餃子を何枚ぐらいかな。このお肉、まあぶっちゃ3枚かなね。え、あんまりいっぱい食べても DBU になっちゃうから、ブンちゃんの餃子じゃあ3枚ね。大きい餃子の皮だからぎゅうぎゅうに詰めよっか。ね、我が家の家訓にはこういう皮とかで包む料理の時には限界まで、もう破裂する寸前、臨月ぐらいまで詰めなきゃいけないっていう家訓があって、うちが発祥なんだけど、まあ、これぐらいまでならいけるんじゃないでしょうか。さっき鶏皮4分ぐらいチンしたらちょうどいいんじゃないって言ったけど、なんか1分半ぐらいで爆発し始めたから4分やりすぎかもしれない。ちょっとこれをね、包めるかどうかね。よいしょ、うちいけると思うんだよね、今回なら。よいしょ、よいしょ。ちなみに人間用の餃子にも野菜入ってないから、もうこれは餃子の形をしたね、餃子の姿をした肉団子っていうことにはなるんですけれども、ちょっと厳しいな。ちょっと厳しかったかな。ちょっと減らすか。ちょっと厳しい。ちょびっと減らそう。ちょっと無茶だった。あ、いつもならこんくらいいける気がするんだけどな。餃子の皮はいつもと違うからかしら。よし、
じゃあこれが文ちゃんの餃子ですね。ちょっと破れてるけど、まあ、食いで一緒だから。じゃあこんな感じで詰めていこう。ちょっと文ちゃんの餃子はこんな感じだね。ちょっとパンパンでも今にもね、出産しそうな感じなんだけれども、じゃあこれを文ちゃんの鶏皮油で先に文のだけ焼いちゃおっかね。姉ちゃんたちの作ってたら時間かかっちゃうから先に文の焼いて冷やしとこうね。文ちゃん熱々の状態じゃ食べれないから、早く食べたいね。中にブッチ入れて焼いてもよかったです。超絶おしゃんじゃない。一個やってみる。一個やってみようか。で今ね、文ちゃんのブッチ使ってブッチ餃子も作った。これもちょっと一緒に焼いてみようか。油はね、油は鶏皮をチンしたら大量の油が出てきてくれたので、こちらを使いましょう。餃子焼けた。こっちとこっちは成功した。こっちとこっちはいじってたら破けた。めちゃくちゃ破けた。ビヨンビヨン。これはちょっと冷えるまで待とう。文ちゃんがね、ずっとさっきからうろちょろうろちょろしてて。文ちゃんお待たせ。文ちゃんの冷やしてる間にこんなにたくさんのねビッグ餃子ができたんだけれども、文ちゃん、餃子食べたい人。あ、すごっ。すごい食べたいじゃん。あっち行こうか。あっちおいで。あっち行こう。文ちゃん、パニックになってる。文ちゃん、おいで。おいで。文ちゃん。文ちゃん、パニックになってる。あ、文ちゃん、シーはシーはシーしてね。じゃあまず一個ずつ食べようね。一気食べたら文ちゃん、多分飲み込むからさ、ブーは。姉ちゃんもう10年も11年もブーちゃんと一緒にいるか分かるよ。ブーはこれ飲み込むから、姉ちゃん1個ずつ食べてあげる。取ってあげる。待てよ、ブーちゃん待てよ。じゃあまず失敗作から食べよっか。破れ餃子から。ブーちゃん待てだよ。口によだれついて。ブーちゃん待てよ。いいよ。どうですか、ブーちゃん。ブーちゃんどうですか。ブーちゃん欲しい人、お伝えして。おっさり。あ、美味しかった。美味しかった、ほんのだ。欲しい人、はーい。あ、美味しかったね。これこんなに喜んでくれたら結構嬉しいんだけど。おえ、あ、ぶちゃ待てよ。このままだったら姉ちゃんお手とお借りできないから今日はいいよ。待てよ。よっ。あ、美味しいぶ。美味しい人、ハイタッチ。そっちじゃないよ。もう餃子しか見てないじゃん、ぶちゃ。美味しかった人、ハイタッチ。ぶちゃ、美味しかった人、ハイタッチして。ぶちゃ、ぶちゃ、おいで。美味しかった人、ハイタッチできる？もう、餃子のことしか見えてない。あ、押さえして。押さえして。押さえして。もう餃子し、ぶちゃ、お座り。お座り。お座り。お手。もう餃子のことしか見えてないんだね。こっち行こうか。じゃ、成功餃子ちゃん。ぶちゃ。いいよ。こんなに喜んでくれたら嬉しいな。手作りも
こちらはあのぶっち餃子ですね。なんかね、焼いてる途中に膨らんで冷やしたら縮んでったんだよね不思議すぎない？じゃあお座り。おいしい？おいしかった？餃子、餃子おいしかったね。よかったね。じゃあ待てよ、ちょっとお手だけしとこう。あ、じゃあ今かじってきた、今かじってきた、今かじってきた。じゃあお手、あ、じゃあ飛ぶよ、飛んじゃう。おいしかった？よかったね、餃子おいしかったね。プチ、餃子おいしかった？4個も食べちゃったね。嬉しいな、これまた今度作ろうね。生まれて初めての餃子、まあ餃子の姿を借りた肉団子なんだけど、正確に言えば。よかったね、もうないよ、もうない、残念だね。4個も食べたから結構ご飯激少なめねよかったね、待ったからあったでしょ。また今度姉ちゃん作ってあげる。